1回戦 A グループは6プレーを終え、ここまで5連続ストライクの小林よしみがトップ。ゲームは第7フレームへ。おーら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 ー、今日一番のいいゴールでしたね。あ、そうですか、はい、この試合の一番いいボールでした。完璧でした。はい、3フレーでボール変えたのがということは良かったですね。そうですね、はい、はい、ですから非常に間に合う形で頑張ろうというところは頑張っています。問題は鶴井とのマッチアップですので。鶴井もしかし5、6と続けてきてます。フレームない。おおお、あら、来ないか来ないか。鶴井とするとまさかトップランキングで1回戦終わりというわけにはいかないですからね。本当ですよ。さあ小林はガッと少しスピードつけちゃいましたね、もったいない。大事に大事に、はい、これで4つつなげることができれば。つなげた、素晴らしい。あら、後半見事な復活であります。ですからこの鶴井もついていきたいところをちょっと途切れまして、現在3位、追いかける立場になりました。ですね、ですね。さあ鶴井の8フレ、薄い薄い、あ、自分の、うん、まあ、いわゆるフィンガーワークという指の感覚の部分では一番甘い投げ方っていう表現をするんですけども、はい、しっかりと回転がかからなかった投球でしたね、鶴井。回転が、はい、そうですか、もったいなかったです。さあこれはうわーっと、うん、小林芳美の方もなかなかストライクがつながらなくなりまして、わあ見事、はい、大事に大事に、はい、白熱の終盤戦、勝ち上がるのは誰だ。